今週1週間シリーズでお伝えする都議選各政党の戦い、初日の今日は民主党です。こちらをご覧ください。民主党は公約に新銀行東京の存続反対、築地市場の移転反対を掲げて都議会第一党を目指します。都議選まで残り1ヶ月となった今月12日、民主党は党本部で選挙の公約マニフェストを発表しました。争点にしたいのは、都が1400億円を出資し経営再建中の新銀行東京の問題です。今の石原都政の最も問題を象徴しているのが、私は銀行の問題だというふうに考えております。でしかも都議会民主党の田中良幹事長は、今の都政は最悪の状況とした上で、新銀行からの早期撤退を訴え選挙を戦っていく方針を示しました。民主党は新銀行の設立時には1000億円の出資に賛成しましたが、去年3月の400億円の追加出資には反対しました。選挙戦では経営再建を目指す石原知事を支える自民公明の与党との違いを強調する考えです。もう一つ民主党が争点と考えているのは築地市場の移転問題です。マニフェストでは強引な移転に反対、都民の声を幅広く聞く場を設けるべきだとしています。鳩山代表は都議選の予定候補者らとともに市場の前で街頭演説を行い、移転をやめさせるためには民主党が勝つしかないと訴えました。石原都政、その一つの目玉がご案内の通り豊洲への築地市場の移転、それをやめさせるためにはたった一つ、都議選で勝つことなんです。地元で勝つことなんです。皆さん、政権交代を何としても実現させてください。政権交代を目指す民主党、都議選を衆院選の前哨戦と位置づけています。今月2日に開かれた選挙対策本部の初会合で、党を挙げて選挙を戦っていく姿勢を確認しました。都議会議員選挙の重みというものは極めて大きい。この首都決戦を制するものが日本の決戦を制する。民主党は前回2005年の選挙で19人から35人に議席を伸ばし第2党に躍進しました。しかし定数127の議席は依然として自民公明で過半数を占めていて、現場の都議からは与党のやりたい放題だとの声も聞こえます。党本部は自公過半数体制の打破を目指し、これまでに過去最多となる公認推薦合わせて59人を擁立しました。さらに定数127の過半数64人を超える候補者を出すように全力を挙げるとしています。都議会第一党を目指し攻めの姿勢で候補者を立てる方針の執行部に対して、選挙戦に臨む候補者からは乱立で共倒れになると心配する声も上がっています。無党派層の支持を集める傾向が強く、時には風頼みとも言われる民主党、鍵を握るのは投票率だと見ています。新たな層の獲得を目指し、インターネット上に東京ライフと題した市民参加型のサイトも開設しました。マニフェストに対する意見も募り、官僚主導の事項とは違い、市民と共に進化するマニフェストで戦っていきたいとしています。